伝道師のシスターひろみです。シスターって呼んでね。じゃあみんなね、呼んでみようね、シスターのこと。せーの、はい、ありがとうございます。さあ始まりました、シスターひろみの3分前。この3分前はパントマイム伝道師シスターひろみがパントマイムの仕組みを3分で説明しちゃおうっていう企画ですね。お待たせしました、第2弾ね。待ってたね、待ってたね。はい、じゃあ今日の第2弾のテーマはじゃじゃん、階段。みんな階段について興味ない？ちょっとわからない。階段についてあんまり気にしないよね。でも今日はシスターと一緒に階段についてちょっと検証してみようね。多分ね、いろんな気づきがあると思うよ。さあシスターについてきて、ついてきて、いくよ。はい、じゃあね、シスターがまず階段やってみるよ。まずね、階段を登る人、パントマイムでやるよ。こんな感じ、いくよ。目線と顎を一緒にちょっと上げてあげるのね。
そして手の上、よいしょ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 ってやると、この階段のホテルみたいに見えてきたね。うん、見えてきた。よかったよかったよ。そう、降りるときはこういった反対よ、手はちょっとこう下から上に送ってあげるのね。そして足がこういうふうにつけてる。さっきとちょっとニュアンス変えてます。実はかかとをちょっと下ろす方にアクセント、下ろす方、登るときは上がる方にアクセント。そう、降りるときはかかとちょっと重心をね、ゴンゴンゴンって落とすような感じにしてあげてます。そして降りるときもこの顎のラインは重要だよ。前向いたままだとよくわかんないよ。ほらわかんないね。これ顎ごとちょっと下向けてあげると、姿勢ってこう顎のライン持って釣りのラインを見せてあげてるような感じねえ。そうそう、見えてくるね。もう一つ言うと、これ正面でやってもあんまり見えないよ実は。そうなのね、正面でやりたい気持ちはいいほどけど、これをやるんだったらどうせなら斜めのライン、これあんまり斜めっぽくないよね。まっすぐにしか見えないでしょ。そしたらこういうふうにちょっと斜め横目に取ってあげた方が見えるね。よいしょ。そう、さあ、階段の仕組みは分かったかな？あのね、シスターね、言いたいことあるの。こういうふうに動けば階段があるとかって思っちゃうでしょ？でもね、動くことじゃないの。何が重要かっていうと、ハート。違うね、あのね、感触手すりを持ってる感触が重要なのね。こうやって手すりを持ってる、持った離した、持ったっていう、この手のひらの感触すっごく重要。ここのところもね、ちょっと覚えておいて。そしてイメージも重要だけどね、まあそこイメージが心ってことなんだけどね、うん。さあ今日の階段分かっていただけたかな？よかったよ。はい、じゃあね、もしもっと見たかったらここ5つ星押してよ。それからコメントもガンガン書いて。うんうんうん、シスターまた頑張っちゃうから。それからシスターのね、新しい企画あんの。じゃーん、てってれー、見るかな、これ。見る見る、サクッとパントマイム2008バーン。これね、1月から始まったんだけど、今度第2回目は2月15日金曜日、毎月第3金曜日にやるのね。サクッとパントマイムだから、サクッとシスターのミニレクチャー付き、うん、そして3人のパントマイミストの舞台作品が見れるのね。これはすごいよ。今回の出演者は山本光陽さん、すっごい活躍してる売れ子のパントマイミストさんね。2人目はチカパンさん、彼女も活躍中、大道芸とか舞台とかすっごい売れ子なのね。で、3人目は細川ひろみさん、彼女もね、すっごいいいパントマイムするよ、うん。3人の舞台作品もサクッと見れるのね。そしてシスターのミニレクチャー付き、これが全部でなんと1000円で見れてしまうの。すごいですね。ほんともうありえない企画てかね、もう1000円でやっていけるかどうかね、またおいおいこう値上げしちゃうかもしれないね。だから今のうちに見に来てね。さあ興味のある方はこっちのウェブサイト、ここにねアクセスして申し込みしてください。はい、じゃあね、シスターひろみの3分マイム、今日はここまで。またねー。